中野信子の人生を変える脳の使い方。人生をよりよく変える脳の使い方を脳科学者中野信子さんに教えていただくコーナーです。中野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今週のテーマをお願いします。はい、今週のテーマはこちらです。脳が健康であるために必要なものとは今週 TBS ラジオはヘルスケアキャンペーンを実施中なんですが、脳が健康であるためには何が必要と言えるんでしょうかね。うん まずですね、はい、脳が健康である状態というのは、うん、まあ毎日が張りがあって楽しいとか、意欲的に過ごせるとか、うん、そういう状態を、まあ、指す。はい ししましょう、はい、脳を健康な状態に保つためには、まあ、食事ですねうん、うん、栄養をちゃんと取るということももちろん大事ですし、うん、睡眠これは休息を取るということが非常に大事です、はい、で睡眠というのはただ休んでるだけではなくて脳の中であの新陳代謝が起きる老廃物を捨て去って新しく栄養を本当に取り込んでいくということにとても重要な役割を果たしているので、うん、できれば睡眠はきちんと取っていただきたいうん、うん、でそれと同様に大切なのは、はい、ちょっと驚かれるかもしれませんけれども、うん、適度 ことが実は大事なんです<ー>これストレスをかけすぎるとあの脳は萎縮してしまうんですけども、うん、ストレスがなさすぎてもまた萎縮してしまうんですね。うん、というのはあ,のある実験があってですねこう難しい問題を解くっていう課題をやらせるんですね。うんうん ちょっと無理かな。考えても答えわからないかなという難しい問題が解かせる。そうするとですね、脳内の神経細胞がありますね。これ、あの、破壊されるっていうことが見つかったんですけれども、<ー>ね、DNA ごと二重螺旋ごと切れちゃう。 っていうことが分かったんです。で、これは、あの、もしかしたらですね、ストレスがかかりすぎるとダメなんじゃないかっていうふうな解釈をされる人もいるんですけれども、はい、実はその後に新しい回路が出来上がってるっていうことも分かってですね、脳内の回路そのものがリフレッシュするために古い回路を壊すということは実は必要なんじゃないかっていうのが最近の解釈なんです。つまり、 適度にストレスをかけてやることによって、より脳が若返るということが言えるんですね。うん、で、それなので、まあ、あ筋肉なんかね、トレーニングされてる方は、その筋トレするときに破壊をされて、うん 筋肉が破壊されて、うん、で、それが超回復して、筋肉が、あのー、まあ、大きくなっていきますよね。それと同じことが、もしかしたら、神経回路でも起きてるんじゃないかな、というのは最近の見解なんですね。じゃあ、難問、はい、難しい問題が降りかかってきた時には、うん、これできないって思う。うん。とまずは一旦、脳が破壊されるわけですか、うん、そうですね。ちょっと、うわ大変だなと思うと、こう、ずっと、 壊れるるとということがある<う>だけども、その後に、超回復のようなことが起きるので、うん、まあそれを期待して、ですねできればこうちょっと無理めかなという難問に挑んでいっていただきたいなという、うん、ことは、うん、逆に、破壊されるぐらい、いろんな難しい問題にぶち当たった方が脳のためにはいいとそうですね。<ー>やっぱり毎日、日々、大変な思いをされてる、例えば国際紛争を解決されたりとかですね、職場ででも、 です,ね、すごくこう難しいクレーマーの人に対応して、工夫して、職場をうまく収めているっていう人なんかで、実は脳はずっと若いまま保たれてるってことができるので、<ー>あのストレスも実は自分の味方にすることができるということができる、うん。だってほら、ストレスがかかりすぎて、かかりすぎて、もうどうしようもなくなって、うん あの鬱になっちゃったりする人もいるでしょ、うん、大変な方もいらっしゃいます。まあその,そのかかり具合でしょう。かかり具合が大変な、うん、あの難しいところで,でして。うん、これあのその人にぴったりのストレスレベルっていうのがあるんですね。うん、逆 u 字曲線を描くんですけれども。うん、ストレス、横軸がストレスの軸ですね。はい、縦軸がその人の、うん、まあなんて言うんでしょうね。うん、こう力の発揮具合と言いますか。はいはい で、その逆友人の力の発揮具合が一番さ最高になるあたりのストレスレベルっていうのがその人にとっての最適のストレスレベルなんですけども、うん、それより高すぎると、うん、もうあ自分には無理だと思って萎縮して、う、え、つ、ーまあ、になってしまいますし、うん、ただ、 このストレスレベルがあまりにも低すぎて、自分にとっては簡単なタスクしかない、なんかもう毎日がどうしようつまらないとかですね、うんこう、自分にとってやりがいがないとか思えるような状況があまりにも続いてしまうと、これもまた脳が萎縮してしまうんです。ああ。話全く変わりますけども。はい 脳のためには栄養も必要だと、ねあ。そうですね。中野さんどんなもの召し上がってるの、はい、<laughs> 私ですか私は、あの、脳のために。やっぱりですね、神経伝達物質の材料は、タンパク質なので。タンパク質、うん、はい。あの、お肉をたくさん食べている。あ、肉なんだな。はい。あ<ー>まあ、あと、マグロなんか良いと言われます、ね、マグロとか、よくね、あの、DHA とか EPA がいいって言いますけど。そうですね。そういうものですかあたくさんの論文がこれを示唆していてですね。い,いるんですね。はい。 タンパク質も取れますし、うん、と EPA とか DHA というん、あの脂肪酸ですよね、こ、ね、の脂肪酸も脳に良いということが分かっているので、うん、ぜひ積極的に取っていただきたいなというふうに思いますプラスストレスが必要だいうことですね、はい、適度なストレスわかりました、じゃあ中野さん、今週の締めの言葉お願いします、はい、脳が健康であるためには、適度なストレスが必要です。 人生を変える脳の使い方、脳科学者中野信子さんにお話を伺うコーナーでした。また来週もお願いします。はい